はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。今回は新潟県新潟市にある新津鉄道資料館についてご紹介してまいります。この資料館には2016年僕も一度訪れたのですが、当時昔使用されていた新幹線、それから国鉄車両が保存されておりまして、僕の中学生、それから高校時代には現役で走っていた車両なんかも保存されているんですね。とても興味深いので、今回はこの鉄道資料館に展示されている展示物や車両、それから実際に走っていた様子も交えながら、この施設についてご紹介してまいりたいと思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。一応この新津鉄道資料館の位置を確認しておきますと、信越本線の新津駅が左側にありまして、でそこから若干東側に行ったところ、駅からはシャトルバスが出ていますので、そちらのバスを利用して移動することができます。鉄道の町新津総合車両製作所なんかもありますね。現在の山手線 E235 系なんかも製造されております。車両製作所がある鉄道の町新津にある鉄道資料館です。このように結構いろんな車両展示されているんですが、まずは中の展示物見ていきましょう。こちらがヘッドマーク特急鳥海では、鳥海が確か寝台特急あけぼののような役割で上野から青森まで走っておりました。で、ではの方が上野から秋田までを結んでいた寝台特急です。で、これは磐越物語号のヘッドマークですが、ヘッドマークじゃないな、でも磐越物語号は今でも現役で走っております。こっちがヘッドマークですね。1998年 C57 貴婦人と呼ばれている機関車、蒸気機関車で牽引されております。これですね、毎年ヘッドマークが変わるんですよね。シーズンごとにヘッドマークが変わりまして、でこちらが客車がリニューアルされたんですが、そのリニューアル前の2009年に撮影した磐越物語号の写真、これは津川駅、途中の津川駅で給水を行っている時の磐越物語号ですね。これが昔の客車。そう、こんな感じで磐越物語号は今でも新津から会津若松の間で走っております。で、この信越線上りの発車時刻表も興味深いですね。寝台特急は日本海剣号、それから大阪までを結んでいた急行北国に加えて、で当時新潟と大阪を結んでいた特急白鳥号なんかの表示もあります。でこっちが砂防州ですね。砂防がたくさんありますが、米原行きなんてあるんですね。米原、金沢、そして新潟、東京、これはおそらく上越線を結んでいた特急時号の砂防ですかね。それが現在でも貴重に、しっかりと保存されております。近距離切符っていうのがありますが、これはもうスイカとかができるはるか昔の時代のやつですね。大人と子供のボタンが分かれておりまして、140円から640円で、これが何ですかね、これは発車時刻表ですかね。ニーツの汽車の発車時刻表のようです。で、これがちょっと新しくなりまして、上越新幹線が開業する前に、この信越線、上越線、高崎線の区間は上野から新潟行きの L 特急の時号、それから信越線の軽井沢から横川の間が走っていた時代、長野新幹線開通前はそこから長野経由で新潟の方に来る特急浅間号なんかもありました。僕は残念ながらその時期には生まれることができませんでしたね。信越線の横川から軽井沢乗車することができませんでしたが、でこっちがいろいろな車内の表示をかき集めたやつですね。上中下段とありますが、三段式の寝台とかも当時はたくさん運転されておりましたからね。いや本当に僕がギリギリの世代でしたね。三段式の寝台に乗車することができたのは。でこちらが上野とそれから新潟を結んでいた時号のヘッドマーク、現在ではもう LED 表示がなされていますが、その一昔前が幕で、そのさらに一昔前はこんな感じで、こういう金属のやつをガチャッとはめる形だったんですね。もう本当にアナログタイプでした。でこれが200系新幹線、これは僕が中学生ぐらいの2012年13年ぐらいでもまだギリギリ走っておりましたね。でこっちが EF81 電気機関車、日本海のヘッドマークがあります。でこっちが蒸気機関車で、さらに右側には日本海のヘッドマークが展示されておりました。これも寝台特急日本海号といいまして、2012年あたりまで運転されていました。これが実際の青森駅で撮影した寝台特急日本海号なんですが、区間は青森から日本海側を経由して新津を通って長岡を通って大阪までを結んでおりました。これも2012年に廃止になってしまいましたが、それまでは1日1本定期列車として運行していたんですね。このヘッドマーク、このちょうどねこの EF81 がつけているヘッドマークが新津に保存されております。当時はもう青森に行けば毎日のように見ることができた寝台特急が、今はもう引退をして、で引退から8年、今新津資料館にこうしてヘッドマークだけですが、機関車は保存されていないもののヘッドマークは保存されていると、とってもね不思議な感じがしますね。青森、確か17時か18時ぐらいに出発して、で新潟を経由して大阪の方に行く寝台特急日本海号でした。
そして次が、こちらが上越新幹線の200系新幹線、あの丸っこいやつですね、の計47編成っていう200系で最後まで残ったやつの座席が保存されております。こっちがマックスですかね、2階建て新幹線、今でもこれは走っております。上越新幹線で走っておりまして、で東北新幹線の方でもマックス2階建て車両走っていたんですが、もう現在では東北では見られなくなっております。新潟、新津の役割、サボがたくさんあります。そして外に出てきました。こっちにもたくさんいろんな車両が実物で展示されております。一つ一つ見ていきましょう。右側のやつが、黒いやつが蒸気機関車で C57 と呼ばれるタイプ、これは会津若松と新津の間で今でも現役で走っております。でこっちが緑色のラインと、それから白いボディが特徴的な上越新幹線で走っていた1階建ての200系新幹線です。団子っぱなとか呼ばれておりまして、東海道新幹線の0系とかに似てますよね。新幹線のもう本当典型的な顔、新幹線といえばこれという顔の200系新幹線です。これも実は現役時代に撮ったことがあって、こちらどこで撮ったのかは忘れましたが、確か東北新幹線の方で最後残っていた計47編成という車両なんですが、こちらラストランが2013年の3月のダイヤ改正で完全に引退をするということで、最後仙台から上野の方まで乗ったのを覚えております。そう、これが乗ったのが7年前くらいですので、それから7年の時を経てニーツの鉄道資料館に保存されております。先頭車どっちかは分かりませんが、おそらくこっち側かな、保存されております。でこんな感じで塗装が変わってリニューアル塗装ですかね、こっちは K47 が引退するさらに前、2010年2011年くらいまで走っておりましたのを覚えております。そしてこちらがよく新潟地区で特急型車両として活躍していた485系、これはヘッドライトが2つあるのが特徴的なんですが、こちらの編成がその485系の中でもさらに青森やそれから北海道での寒さにも耐えうる車両として開発された1500番台の 4/5系、正確に言うと T18 編成という車両の先頭車なのですが、こちらは新潟で活躍する前、たくさんの向こうの北の方ですね、青森それから秋田、一時期は北海道新幹線開業前は函館まで乗り入れを行っていたんですが、最終的にはこの新潟地区で活躍をし、特急北越号やくびきの号、それから快速ムーンライト1号号でたまに新宿の方までも来ておりましたが、そちらで使われた後、この新津の鉄道資料館に保存してあります。この車両にはもう僕も何回も乗ったことがありまして、その車両が今でもこういうふうに保存されているって考えると本当に嬉しいですね。この先頭車両は特になんですが、2つ目のヘッドライトが特徴的です。でこちらの6号車側、先頭車側はかつて現役時代はレディースカーとして使用されていたんで、こう若干ピンク色の仕様になっているのが分かると思います。もう国鉄時代を象徴するかのようなクリーム色に、それから朱色のラインが入った国鉄型車両、僕が鉄道ファンになったきっかけもこの色の車両でしたね。ただこの色の塗装の車両はもう現役では走っておりませんので見ることはできません。この時は特急北越号金沢行きの幕になっておりました。そう、西は金沢の方まで乗り入れておりましたし、一時期は函館の方まで5年間ぐらいですが、函館まで津軽海峡線の青函トンネルを通って乗り入れておりました。せっかくなので記念ショットね、撮りました。本当現役時代もたくさんこの列車に乗車しましたね。ムーンライト1号号で乗ったりとか、でこれが2009年に運転された、もうまさに全く同じ先頭車の会津若松まで行った、上野から会津若松で、これが会津若松で撮影したまさに保存されている 4/5系と全く同じ車両が特急会津号で、これが青森駅、右側にいるのが函館札幌方面を結んでいた急行浜那須号というビュルートレイン夜行列車ですが、その横にこんな感じで新潟行きの特急稲穂号として運転されていた時もありました。本当この2つ目のライトが特徴的ですが、全く同じ先頭車です。で当時2009年小学生ぐらいに乗車していた車両がちゃんと保存されているという本当に、ね、感慨深い思いがいたします。でこれは2016年以降に展示されたものなんですが、 E4KMAX 2階建ての車両ですが、こちらは新潟まだ上越新幹線でも走っております。かつてはこんな感じで黄色と青の塗装でして、東北新幹線でも走っておりましたが、東北から完全に引退しておりまして、でこれはさらに前に引退した上越新幹線の E1K です。ちょっとメカニックな顔をしてますね。でこれもまた最近2年前ぐらいに保存が開始された新潟の115系キムワイプって呼ばれてるやつですが、こっちも昔はたくさん現役で走っておりました。ただ新潟地区の車両はまた新型車両が走っておりますので、この車両は昔たくさん走ってたんですが、現在ではもう本当に一部の快速列車や1号線とかそっちで活躍しておりますね。
塗装もいろいろありまして、こっちは青色と白ベースの色 で、 こっちはキムワイプと呼ばれていた緑がかった塗装、これがね個人的にはやっぱり新潟の印象を強く表しております。で、日津鉄道資料館の帰り、こちら余談なんですが、この当時は帰り485系の快速列車が糸魚川から新潟まで運転されておりました。これも485系のさっきの T18 編成を改造したような4パー5系の改造車で運転されていたのですが、こっちも昔はたくさん走っていたんですが、もう見ることはできなくなっております。現在ではこちらのフルーツ牛乳と呼ばれているこの特急列車が新潟地区で大きな活躍を果たしております。これも最後新潟から糸魚川で走っていた糸魚川快速なんて呼ばれておりましたが、これが最後の4パー5系の新潟での活躍でした。というわけで今回は新津鉄道資料館についてご紹介してまいりました。資料館に行くとやはり当時走っていた昔懐かしい新幹線、それから国鉄車両を見ることができます。皆さんもぜひ一度訪れてみてください。それでは今回もありがとうございました。